皆さんの頭の中を覗いてみたらどうでしょう。毎日こんな絵面が出てきませんか。何か仕事しないとダメだなと思ったけれども、明日でいいじゃないかって悪魔が支えてくるわけです。いやいや、やっぱり今日やった方がいいよ、今日やった方がスッキリするよって天使が誘導してくれるんです。仕事の配分でいうと8割ぐらいは、まあ今日やらなくてもクビにならないし、今日やらなくてもクレームにならないし、まあ明日でいいかって言ったことないですか、頭の中で。皆さんほとんどの人が頭で絶対分かっていることっていうのは、すぐに動かないとダメだな、行動の第一歩目早くしないとダメだな、みんな絶対分かってるんです。皆さんの本音はどうでしょう。楽にスピードアップできるテクニックないかなという姿勢で今日聞きに来られてるんじゃないかなと思うんですけど、そもそもなぜすぐやる人にならないとダメなのかという、このなぜという意味付けがなされない限りは、何か新しいノウハウややり方を覚えてもすぐ忘れてしまいますので、まずちょっと根本的なお話から皆さんにご紹介していきたいと思います。4つの視点で皆さんにスピードアップの思考方法、思考の癖のつけ方ということをお話をしていきます。まず、1つ目はですね、捨て上手になるということですね。捨て上手になる。要はやるべきことが多すぎる。から、情報が多すぎる。だから情報ややるべきことが皆さんの足かせになってるわけですね。足かせを捨てればスピードが速くなる。これ当たり前じゃないですか。でこれは気合と根性や捨てる勇気だけじゃなくて、捨てる手順とか何を捨てるかという一定の視点の切り替えがあれば捨てやすくなります。2つ目、先ほど直感の大切さをお話しました。迷ったら理屈より感覚を頼ってください。多くの人は理屈で整合性が取れないと、自分自身が納得いかないと行動してくれないんですね。だけど案外皆さんの感覚って正しいもんだというふうに思ってください。論理の方が正しいように見えるだけで、皆さんの感覚の方が正しいです。でここでお話しているのは、行動の第一歩目が出にくい人や着手まで時間